んにちは。タロット歴24年目のモス姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日も天気がいいですね。はい、昨日ですね、そうですね、縁結びの神社のお守り送った4名の皆様から無事届いたという連絡いただきました。よかったです。安心しました。皆様の、抽選に外れた方も、ね、本当はもう皆様に差し上げたかったんだけど、でもやっぱりそれもできないんだけれども、また私は定期的に神社行くので、またその時は皆様にお声掛けいたしますので、よかったらまたご覧ください。はい、今日はですね、もう11月ちょっと過ぎましたけれども、はい、11月のあなたに降り注ぐ大幸運ということを見ていきたいと思います。今日はね、3択にさせていただいてます。はい、1番の方はですね、はい、こちらピンクです。ピンク。そして2番の方、はい、こちらね、ちょっとね、違いわかるかな、赤、これは赤です。そして3番の方、はい、こちらはね、黄色です。なんかね、天気がね、いいとね、ものすごい嬉しいんですけれども、眩しくて。1番の方がピンク、2番の方が赤、そして3番の方が黄色となっております。今日は、トートタロットロマンスエンジェルレノルマンドルフィンということで、ね、どんな幸運、そして恋愛でもどんな幸運があるのか、アドバイスも含め見ていきたいと思います。はい、それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ早速、はい、じゃあ1番のピンクの方から、はい、じゃあ見ていきたいと思います。はい、じゃあ、ですね、よいしょしょ、これがね、まず、よいしょ、はい、こちらね、後ほどアドバイスで引きます。そして、大まかな流れですね。さあ、どんな幸運が来るのということ、そして、こちらもね、どんな幸運という、はい、それでね、見ていきたいと思います。はい、よいしょ、じゃあまずは、はい、こちら1番ピンクの方、さあどんな幸運がね、やってくるんでしょうね。11月手に入れる幸運は何でしょうか。はい、そしてね、トートタロット、これはね、全部これは正位置で見ます。コンビネーションで見るのが一番正しいんですけれども、ちょっと失礼、よいしょ、すごいボロボロでしょもう本当に熱、なんかこう本当タロット歴むちゃむちゃ長いので、はい、さあね、恋愛もね、いいこと起こるといいですよね。はい、そしてこれはね、アドバイスとしてね、その幸運を手に入れるために、ということで引いていきたいと思います。さあさあ、おー、家というカード、平和とか安らぎとか、自分のいわゆるルーツですね。あと結婚、幸せ、おー、なんかね、なんかいいカード、嬉しいですね。
あ、これフォックスか。これ仕事のカードですね。これはね、どっちかっていうと、いわゆる会社員、どこかに属してますっていう人。なるほど。はい。家と仕事と、すごいね、月ですよ。もうこれね、インスピレーション、夢。まあ、芸術的才能、人気。もちろん恋愛成就。ああ、よかったですね。なんか、かなりかなりこれはハッピーなカード出てるんじゃないでしょうか。はい、私ロマンスエンジェルこれ、なんかね、ここで2枚ひっついてた。だからトータルこれ4枚で見ますね。はーい。いやー、すごい良かったですね。ラバーズ。恋愛、何かとっても、ね、家と月も出てるしね。なんか恋愛とってもいいこと。コインの9か。これ手に入れるっていうカード。こういわゆる手に入れる、カードなんですよね。特にこれ金運とか、あとね、これはね、金星の乙女なんですよね。なので、まあ、いわゆる純情、まあ、処女性とかもあるんですけれども、こう、今まで、こう、シャイで、なかなか、動けなかった、例えば恋愛とかも、実はあの人が思ってくれていたりっていうこともあるし、すごいビッグなお金。それも手に入れることができるんだね。で、ここでソードのナイト。あ、これ、まあ、とてもね、頭の良さとか、知的さ、あと行動すること、旅とか旅行、出張、そういったことも表してます。へえ、これね、はい。ああ、これ。あ、就活してる人とか転職活動してる人。ここでね、まあ、仕事のカードとかも出てるからね。で、ここで仕事のカードも出ていて、それを手に入れることができる。ともこれね、読めるので。これ、なんか特に恋愛仕事、これ両方だな、やっぱり。いいと思う。わー、すごいいいカード出ましたね。愛する人と、好きな人と、ね、こういうふうにこう、もうほんと精神面で愛し合えるカード。もうこれもうほんと素直に、ね、もう触れ合える、愛し合える。まあなんかね、かなりいいカード出てますね。はい、アドバイスカードどうかな？はい。あ、もうなんか、あなたにものすごく大きな変化。ね、この方、笑顔で笑ってるでしょ？やったーみたいな、嬉しいみたいな。もうね、そういう変化が、もうあなたの人生において、むちゃくちゃ重要な変化が来るよって。もうすごい喜びだよっていうのがアドバイスカードと。あと、まあこれね、まあこれアドバイスカードなんだけれども、とにかく静かな音楽、とかも良さそうだし、例えば出会いを求めてる人、ね、デートの場所っていうのも、こう、後ろで、ね、音楽が流れてたりとか、まあ、音楽のセンスがいいお店とか、まあ、生演奏が聴けるお店、あとはコンサート会場、どうなんだろう、今コンサートしてるのかな？とかね、こう、そういう風なところでの、なんかね、出会いとかデートとか、なんかこう、11月のピンクの皆様が、なんかね、いわゆる、インスピレーションを得るような、なんかね、そういう感じがしますね。これがね、アドバイスで出てたんだけど、いや、なんせいい方向に行きそうですね。11月。で、これをね、もう一回まとめます。ほんとこれね、恋愛と仕事両方良さそうなんだよね。本当に。ね、見事なぐらいに、なんかこう、両方のいいカードがすごく出てて、その気になるところがむしろ、これ気をつけてねとかっていうのがないんですよね。ないなぁ。もう、今まで、ね、例えばこう、長い片思いされてる人は、ね、なんかこう、あの人とこう、向き合うような、なんかね、そういう状況になりそうだし、お付き合いが長い人は、ね、いわゆる次のステップ、
の結婚とか、ね、一緒に住むとか、家探しをするとか、こうそういう可能性もあるし、今お仕事を探してる人、就活中の人、転職したい人っていうのは、とても素晴らしい。なんかね、金運にも、恵まれた。なんかね、自分にとって、やりたい仕事。ね、それもね、仕事のカードもね、これだけ出てますからね。もうね、出てるよっていうこと。そして、あなた自身が、いわゆる、あなたの人気運、あなたの人徳、っていうのがね、今月はね、とってもとっても高まりそうなんですよね。で、ね、ピンクの皆様自身も、ね、いろいろ忙しくなるかもしれない。でもなんかね、旅行も楽しめるんじゃないかなっていうことで、なんていうのかな、いいねって感じです、すごく。すごくいい。そしてね、まあ、11月の前半、中半、後半で見ると、特に前半は、まあ、家での、まあ、幸運とかね、まあ、幸せ、結婚生活、安泰。そういうのが出ていて、中旬、11月の中旬は、特に仕事運が良くなりそうと。そして幸運になると、あなた自身、まあね、もしかしたら副業とかで、何かされている方とかは売り上げが上がったりとかね。あとは本当にこう、希望する転職の会社とか、もしくは愛の成就。これもね、11月の下旬、これあるんじゃないかなっていうふうに出てるので、なんかね、本当に幸せなカードがね、とっても出てるよ。特にね、いいのが、ああ、やっぱりこれかなね。ね、月というカード。ね、そしてラバーズ出ましたね。ね、愛する人と。ね、なんかこう、進展がありそうな。そしてなおかつ、ね、いわゆる運命の人と、こういうふうにもうお互い見つめ合いながら、信じ合いながら、深い関係を築くことができるという、まあ、すごいカードたくさん出ました。だから11月ピンクの皆様にとって、本当こうかなり幸せなことなんじゃないかなと思います。かなり幸せな流れ。なんせね、今まで辛かった人ほど、なんかね、もう本当にこんなに大きな変化が来たよっていうぐらい、人生のターニングポイントっていうぐらいのハッピーな時期が、なんかね、11月のような気がします。という流れが出ております。はい、すごいカードが出ました。よかったです。まあ、とにかくね、好きな音楽を聴きながら、こう自分のイマジネーションを高めたりとか、心を整えたりとか、そうすると自然に大きな変化がやってくるよっていう流れとして出させていただきました。よかったら一番の皆様参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ次は、今度はね、2番の赤の皆様。はい、行きたいと思います。おー、なんかね、とてもとてもポジティブなカードが出て、よかったです。ね、なんか幸せをつかんでいただいたら嬉しいです。はい、じゃあ次2番の皆様、よいしょ、お待たせしております。はい、こちらはアドバイスカードで引いていきます。そして11月の手に入る大幸運、特にこれは恋愛ということで見てみます。さあ、じゃあ赤の皆様、どんな、ね、大幸運を手に入れることができるのかですね。はい、これはね、トートタロットです。こちらはね、全部正位置で見ます。
もう何十年も使ってるので、これで3、ミニトートも合わせると3代目か4代目ぐらいむちゃくちゃ使ってるタロット。はい、でね、じゃあ恋愛ね、どんな幸運があるのかなということで、これはアドバイスカード、あなたがさらに幸運になるためにという意味のアドバイスを、こちらは2枚引いていきたいと思います。はい、じゃあさ、どんなカードが出るかな。はい、これライダー、これはまあ実際動きがある、出会いがある、嬉しい、まあ嬉しい情報入ってくる、なんかね、そういう、とてもね、これもポジティブなカードですね。そしてこれが山。なんか忍耐強く今頑張っていることが花開く可能性あるのかな。そして鳥ですね。これもね、これね、情報のカードなんだよね、両方ね。なるほど。今月、赤の皆様にとって、なんかね、今まで頑張ってきたことが報われる。今まで頑張ってきたことがようやく動き出す。その嬉しい情報が入ってくる。ね、なんかこう、愛しいあの人と、これはね、音信不通だったあの人と連絡が取れる。そういうふうにも取れる。なるほど。今月、今までとにかくなかなか動かなかった問題、大きな問題、それがね、ようやくね、動き出すよっていうのが、まず今回2番の皆様のむちゃむちゃ嬉しいことかもしれない。はい、これタロット&の5。なんかエネルギーがすごくいっぱいある感じ。カップの3だね。ね、これ女子会カードって言われていて、やっぱね、人との交流。それがね、広がっていきそう。ああ、ほら、バンドのナイト、これ情報のカードなんだよね。情報、情報、情報。で、これも動くっていう意味だから、今月やっぱり何かね、動きがある。そして、連絡が取れるとか、そういったこと考えられますね。むちゃむちゃいい。はい、で、これね、恋愛で見てます。プレイフルネス。今まで頑張ってね、なんか待ってた人と、やっぱりこれ受け取ってくれるんじゃないかな、あなたの気持ちを。なるほど。ね、ラブ・ユア・セルフ・ファーストですね。まあね、これは本当実際キスをしていますけれども、これも恋愛の流れも良さそうですね。なんか一気にね、例えば音信不通から例えば一気に復縁とかね、そういう流れの人もいるかもしれませんね。はい、これアドバイスカード。はい、もうね、これは、ね、木の棒が金に変わるよっていう、あなたが触れたものすべてみたいな、なんか英語訳みたいな訳、なんかこう言い方をしてしまったんだけど、そうなので、あなたをね、なんかこういわゆる味方、あなたのこう一番の味方がすぐそばにいるよっていうことも言ってくれてるし、そしてあなたの願いっていうのはもうね、天に届いていますと。だから、例えばね、あの人と連絡を取りたい、例えば新しい出会いが欲しい、もうこれ全部神様、全部天使様に届いてるから、あとはね、あなたは待っているだけでいいよっていう、なんかこう、そういう、あなたは持ってる、運がいいし持ってるし、あとはもう願いが叶うのを待つだけでいいよっていうのが、これがアドバイスカードで出ています。ということでね、ちょっとこれをね、まとめさせていただくと、やっぱりね、こうね、しばらくシングルでいた人とかね、出会いが欲しいっていう人は、まず自分の価値観に合うとかね、楽しい人、
なんかね、楽しいな、一緒にいて、みたいな。そういうワクワク、ドキメキ、ドキドキ。そういうのが、まずね、出会いっていう意味ではね、すごいありそうなの。最初は、なんかこう、あれってこう、反発するような、そういう感じだったりとか、例えばその開始時間にちょっと遅れてきた人とか、そういう人とのご縁があるのかもしれない。そして長い片思い、そして音信不通の人、本当にこれはね、あの人と今月これね連絡取れるんじゃないかなと思う。そしてね、あなたのね、長い長い今まで思っていたあの人への思いを、ね、打ち明けると、この思いはあの人が受け取ってくれるよっていう、もうそういう嬉しいカード、ステイオプティミスティックです。これね、恋愛運やっぱ良さそうだね。特にこのね、なんかね、すごい困難、今まで本当に頑張ってきた人、例えばそうね、例えばなんだけれども、婚外恋愛とかしていて、ね、例えば妻バレとかして、好きなんだけどなかなか連絡が取れなかった人、お互いにね。で、そういう人もようやく今月動きがあるよっていう、本当になんかそういうこと、考えられますね。山が出てるから本当に本当に頑張ってきたんだな、辛い思いいっぱいしたんだな、でも良かったねっていうことをなんかね言いたいですね。あなたの願いは聞き入れられます。そして今月ね、そのあの人とね、なんかね、そういうこう深い関係にもね、なりそうな気がしますよ。いわゆる触れ合い、そういうことも考えられるのかなっていう感じ。そして今回は連絡を、例えば連絡の人ね、連絡を待つっていうよりは、自分からこれね、連絡してみてもいいな、自分から動いてみてもいいな、いわゆる自分軸を大切にしましょうみたいな、そういうカードのようにも今回は私は感じ取れました。ああね、なんかね、復縁望んでる人とかね、特にね、音信不通とか訳があって離れてる人に関しては、これはね、嬉しい流れになるのではないでしょうか。ぜひ頑張ってほしいと思います。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ次はこちらね、3番の黄色の皆様、見ていきたいと思います。なんかいいカードね、出ましたね。情報のカードがね、今回とてもとてもたくさん出たので、よかったです。じゃあ次はね、3番の、皆様です。こちらね、どんな幸運が入ってくるのということで、まあ、恋愛と流れをタロットと演じ、あ、ロマンス演じで、こちらはアドバイスとして見させていただきます。さて、じゃあ黄色の皆様、さあ、どういう流れになりますでしょうか。こちらはトートタロットなので、こちらはね、全部正位置で見ますね。すごく年季の入った とても、長く使ってるカードです。もうこれ落ちたのでこれ採用しますね。失礼しました。よいしょ。じゃあ恋愛運動かなね、どんなことが今回幸せな出来事、
そして舞い降りるのか。はい、そしてこれはアドバイスとして見ていきたいと思います。しました。じゃあね、開いていきましょうね。はい、まず子供のカードですね。子供、すごく純粋とかね、無邪気、まあ新しく始めること。ここで棺桶のカード、あー、何か手放すことができるんだね。おお、そしてあの人のカードか。これは男性も女性も、これはね、あの人を示すんですよ。再び別れたあの人、戻ってくるのかな？子供とあの人のカード。おー、これなんだろうね。複雑な恋愛の人なのかな？ちょっとじゃあ見てみましょうね。ソードのクイーン、すごいね、なんか今回人物カードめちゃくちゃ多くないですか。ワンドの4、ね、金星のお羊、ワンドの4、むちゃむちゃ人物カード多いな。カップのナイト、恋愛、嬉しいカードですけどね。と全部見てみますね。パッション、愛し合ってる、情熱的に求め合う2人。ハネムーンが出ましたね。嬉しいですよね。すごいね、これあなたが本命ですっていうカード。いやー、ちょっとこれすごいね。そしてこれはオーマイガー、すごい。ほら見て、これね、私は世界カードって呼んでるんだけど、表と裏が一緒でしょ。もうこれってね、何の願いも叶うよって言われていて、なおかついわゆる、まあこれは例えで言うとハッピーニューイヤーですよ。もう太陽がさんさんとね、もうあなたをものすごいこう、もう明るく照らしてるわけですよ。あなたにとってここがね、終わりと始まりのカードなのね。でここはもう超始まり、もう超ポジティブなハッピー始まり、なおかつこの世界カードと一緒に出てる、すごい1ヶ月になりそうだね。あのこれね、まず今思ったのが、婚外恋愛とか複雑な恋愛をしている人は、お相手様が、あのいわゆるね、こうお相手様が、いわゆるお相手様のパートナー、配偶者と、例えば、まあ、別れる、距離を取る、こう、別居する。なんかね、そういうことが起こり得るのかなと。なんか実際にもしかすると、例えば法的にね、離婚するっていうと、もしかしたら先の話かもしれない。でも、お相手様の中では、もう、もう君が人生の本命だ。もうね、そう、もう本命だ。すごいね。そしてね、もうそのね、僕、私が愛するのはあなただけ。もうこんなに愛し合えるのはあなただけ。そしてもう二人だけで、もう二人だけで過ごしたいというカードも出ていて、そしてまあね、これなんかもうね、人物カードがもう4枚私は出てるって思うんだけど、まあね、例えばもうお子様と、例えばですよ、お子様といわゆる奥さんはもうね、一緒にいますと。でお子様といわゆる、まあ彼
はもう離れますと。そしてお相手様とあなたはここでね、とてもラブラブですと。これがもうこれが調和。この子供と奥さん、ね、まあ、彼とこれ離れる。そして離れた、ね、彼とあなた。このペアが、いわゆるここのペアね、このペアが、もうなんか全部にとって、もう素晴らしい調和。そしてそれが、ね、あなたにとっての、もう新しい、むちゃくちゃ嬉しい、ハッピーなこと。そして、ね、もう本当に、なんかね、二人だけで例えば過ごせる。もうね、何の気兼ねもなく。そしてもう人生のあなたが、もうね、唯一本命のあなただけですと。もうなんか熱い熱い告白とか、プロポーズとか、なんかそういうこと考えられるよね、すごくないと思って。いやー、驚いてます。これがね、11月の黄色の皆様が手に入れることができる大幸運です。これね、私複雑な恋愛してないよっていう人がいたら、いわゆる、まあ、とてもね、イケメンとか美しい人、との出会いがありそうだし、その出会いがあなたにとってもまた、ね、新しい始まり、そしてお互いに、まあね、本命と思い合う、これだけ愛し合うような人と出会うっていう意味で、まあもちろんね、出会いということも考えられる。ただ、私はちょっとこのトータルで見るとね、まあ私はそのお子さんがいる人、家庭がある人と、まあね、お付き合いをされている人は、特に今回、黄色の皆様にとって、むちゃくちゃ嬉しい方向になるんじゃないかと思いました。はい、これが3番の黄色の皆様です。よかったら参考にしてみてくださいね。え、なんか本当嬉しいですね、この新しい日の出。はい、皆様の幸せお祈り申し上げます。最後まで見ていただきましてありがとうございます。